それ。ここは何ですの？ああ、ここは高い純度の光石を選別するための泉らしい。なあ、あの上のところなんか怪しいけど、どうやって登るんだ？もしかしてオシトル殿が言っていた虹の橋？虹の橋な。こんな場所のどこに虹が出る？そうだな、確かこの辺りだったような気がする。おや、ねえオシトル、これ何？そうだな、見せた方が早いか。こんなものか。見てろよ。あ、なんか光が出た。こうして光石の純度を測るものなんだ。この光が強ければ強いほど純度が高いというわけさ。なるほどね。上部からの光を吸収させ反応するエネルギーを可視化させてるわけか。原始的ではあるが、よく考えられてるな。なんか面白い。じゃあ純度が高ければもっとすごい光が出せるのかな。おや、それ。さてさて、それ。入る。行くぞ。さてさて、行くぞ。行くぞ。わあ、虹色に光ってる。まさか七彩石？信じられませんわ。七彩石？七色に輝くとても希少な光石ですわ。ここヤマトでも年に一つ見つかるかどうかと言われるほど珍しい鉱石ですの。とある国の幼き姫が
これを持ってきた者へ嫁ぐといい、それを探し求めた豪族たちが没落していったという逸話があるほどですわ。なんだその旗迷惑な姫さんは。相変わらず乙女心が分かりませんのね。ねえねえ、取ってきてもいい？待て、どうしてそんな希少なものを誰も取っていかないんだ。やっと現れたか。退屈していたところだ。なるほどね、これじゃ誰も取れないわけだ。これが山窟に住み着いた獣ですわね。気をつけろ、来るぞ。買うぞ。助かった。怖い夢顔。マジやばい。叩き込む。ぜえ。チーの具合が悪そうだ。ほら。使ってみる。では参ろう。マジやばい。叩き込む。
小生は、まだまだ無事だ。おりゃ本気ってやつだ。楽しくなってきたな。特別労働手当を要求したいね。どれにしようかなっと。それよ、でかいのいっとくか。それよ、お見舞いだ。使わせてもらう。ありがとう。耐えろ、チー。おや、本気ってやつだ。はぁ、踏ん張れ、ムネチカ。使っておこう。ありがとうございます。食わされてたと。いやして。おう、悪いね。うちが大変だ。使うぞ。申し訳ありません。ムネチカの具合が悪そうだ。たぎる。まだ。ムネチカがやばい。湧き上がる活力よ。助かる。悪いな。ムネチカが大変なことになってるぞ。死ね。俺の出番だな。すまんね。しばれ、押してる。おれ、すまん。次はまずいぞ。湧き
き上がる活力よ。これでまたやれる。もう一つが大変だ。全霊集中、うっ高まってきたぞ。ここが正念場。地位が大変なことになってる。これの出番だな。この霊は戦場から決めて。チーがやばい、マジやばい。使わせてもらう。ありがたい。チーの具合が悪そうだ。チーがやばい、マジやばい。集中。うっ、チーがよろめいてる。チーが、チーが倒れてる。使ってみる。サボった分は取り返すよ。集中、力を込めて叩き込む。ぜっ、小生は未熟。ここが正念場。オシトルが倒れそうだ。ままでは。三日月、決まれよ。上等だ。下げる。オシトルが倒れそうだ。
やれますわ。湧き上がる活力よ。これでまたやれる。三日月が倒れてる。実感したぞ。ここに七彩石を置いたらいろんな光が出るのかな。いろんな光、七彩石、虹。いいぞシューニャ。そうだ、確かあの時親父は虹色じゃない。まだ何か足りないのか。行くぞ。どうしましたの。なんだろう、父様の腕輪がビリビリってした。おい、何か浮かび上がったぞ。こいつはカラス。カラスか、ここで間違いないようだな。なあ、このカラスの印どこか。あ、真ん中の足が上にずれちゃってる。直してあげよっと。うりゃ。
しだ。思い違いじゃなかったんだな。本当に虹の橋を渡ったんだ。どう、かっこいいじゃないの。やっぱ秘密基地はこうじゃないとな。お前の親父さん、ロマンってやつを分かってるな。この上に親父の。本当に虹の橋を渡ったんだ。なあ、これって本当にお前の親父さんが作ったのか？よくよく考えてみると、こんなことができるのは帝のじいさんぐらいじゃないのか？アシュパクル殿なら、アーバシュランに渡るカラスならばありえますわ。彼らはその過酷な任ゆえに、発注賞ですら得ることのできない英知の一辺を賜るそうですの。押しとる。何を見て。ああ、虹か。大きな虹だな。父上、あの虹の先はどこにつながっているのですか？ん？ああ、そうだな。誰も知らない遠い遠い国さ。そうなのですか。どんな国なんだろう。ところで、オシトル、何か欲しいものはないか？どうしたのですか、突然。いや、それはいつもお母さんの手伝いをしていると聞いているからな。そんなお前にご褒美だ。欲しいもの？ものじゃなくてもいいぞ。何かしたいこと、夢はないのか？でしたら、父上、虹の橋を渡りたいです。虹の橋？何故、虹の橋を渡りたいんだ？前に父上が言っていました。虹の橋を渡れたら、父上やリコトマのおじちゃんのように強くなれるって。そんなことは、言ったか。虹の橋。すごい、すごいよ父上、本当に虹の橋だ。そうだろう。苦労したんだぞ。ああ、そうか。この虹は俺のわがままを。知ってるよ、オシトル、虹の橋を渡りたいって言ったんだよね。親父、そんなことまで。勘弁してくれ。私も同じわがままを言ったもん。父様に
虹の向こうには何があるのって聞いたら、そこには母様がいて兄弟がいるって教えてくれたの。それでオシトルたちに会いたいって、虹を渡りたいってただをこねちゃって、そしたら父様が笑ったの。オシトルも同じわがままを言ったから虹の橋を作ってあげたんだって。すごい大変だったって。シューニャちゃん、オシトルだけずるい、そう言って父様を困らせちゃった。なに、親父さんもきっと嬉しかったさ。シューニャちゃんに託したカラスの腕輪とオシトル殿の子供の頃の思い出、二人が揃わなければ現れない虹、ちゃんと意味がありましたのね。きっとオシトル殿とシューニャちゃんをつなげる橋なのですわ。貴様誰だ。よし、もう一回渡ってこよっと。ハル、行こう。シューニャちゃん、小生もご一緒しますわ。あの分なら問題ないな。ああ。楽しんだようで何よりだ。